千葉フラワーバス。千葉フラワーバス株式会社は、千葉県三部市に本社を置く、京成グループのバス会社。1991年に、有限会社冷熱サービスとして設立され、1995年4月1日より、京成電鉄鳴門自動車営業所の路線を引き継ぐ、ことでバス運行業務を開始した。現在の運行エリアも、旧、なる営業所とほぼ同じで、千葉市。 三部市、東金市や八幡市を中心に路線を展開しているが、特に千葉駅なる東駅を結ぶ千葉線に高い比重が置かれている。千葉フラワーバスとしての歴史は平成より始まるが、各バス路線の遠隔をたどると、実は非常に古くから始まる。現在のフラワーバスの主幹路線である、千葉線は1930年、昭和5年の開通であるが、これは、 京成電気軌道、現、京成電鉄としての開通であり、実際には、大正時代、開通年は、諸説あるに、両層自動車という会社により千葉東金にて、開通している。この時の営業所は、千葉営業所、当時の場所は、初代、京成千葉駅近くである。また、ルートも、若干異なり、千葉駅都長官は、現、 国道126号線ではなくその少し南の道路、千葉中央バスが待つが、岡線して運行している道路を経由していた。その後、形成は1943年、昭和18年に当時、ナルト付近を運行していた、ナルト自動車の買収を行い、ナルト営業所を設置した。これらは、第二次世界大戦時における鉄道及びバスの統合政策により、東金、ね、 生地区の東方事業者が京成電気軌道となったことによるもので、これにより京成は都内から九十九里浜まで路線を伸ばすこととなった。なお、ナルト自動車は事前に桜自動車を買収していたので、この時点で桜地区のバス路線も京成のナルト営業所の担当となった。なお、桜地区のバス路線は1971年に桜営業所として分離され、現在は 千葉グリーンバスとして分社化されている。終戦を経て、京成電鉄55年史によれば、1960年、昭和35年に、ナルト営業所新設とある。1943年に設置されたにもかかわらず、17年後に再び設置されていることから、第二次世界大戦の影響で、初代ナルト営業所を一旦、千葉営業所に統合したと推測される。 戦後は、鳴門町内と八幡市内の路線の充実に努め、工事する各線の他に、多数の路線の新設を行った。これとは別に、千葉駅蓮沼海岸を直通する急行バスなども、新設され、鉄道よりも優位に立っていた。しかし、昭和40年代を境に、この営業所も、輸送量のピークを迎えることとなった。結局、 総武本線との並行区間が多い八日千葉線や他線に比べて、線形の劣る松尾線、下横路線などが次々と廃止され、前、京成千葉駅、町方または吉倉八幡駅,駅鳴門駅を通しで運行していた八幡線と新八幡線が八幡駅で分割された。そして、1987年、昭和62年2月26日に、 鳴る発の主幹路線だった、はすぬ線と小松線を統合、同時に、はすぬ方面の特急バス、国道126号線経由を廃止し、千葉東金道路を経由して、鳴る駅に至る東金特線、フラワーライナーの新設という根本的なダイヤ改正が行われ、東金線以外は必要最小限度の運行本数に抑えられた。さらに、百九十一年、 平成3年6月12日に千葉都市モノレールが千葉駅までに入れるようになると八幡線と新八幡線はそれぞれモノレールの駅である津賀駅や千条台駅を発着する様に短縮されたこの時に当時千葉営業所担当だった宮田線も千条台駅発着となっている以上のように鳴門地区のバスは路線網の縮小が続き結局京成電鉄は 直轄による運行から新たに設立した別会社への運行に切り替え、地域交通専業の形を取ることとなった。ただし、分社の形態としては1991年10月2日に、設立された有限会社冷熱サービスを1994年、平成6年8月2日に、千葉フラワーバス株式会社に社名変更し、業種を変更する形とした。このため、 会社の設立年とバス事業の開始年は4年ほど離れている。いずれにしても千葉外品交通や千葉内陸バスのように補助金を目的とした会社設立を除けば初めての分社化となった。分社化に伴い1995年平成7年4月1日に特急バスであるフラワーライナー及び鳴門駅発着系統東金線鳴門発着便の 約半数の便と八幡線の東側、海岸線、無車電線を京成から引き継いだ。これと同時に、京成電鉄なる営業所は廃止、施設をそのまま、フラワーバスが、使用となったが、同営業所の車庫だった。中野総車場は、京成電鉄千葉営業所中野車庫となった。このため、東金線の内 JR 千葉駅発中野総車場、 折り返し便となる当駅折り返し便の一部、八幡南線、菅線、新八幡線、千条大線及び宮田線が京成の千葉営業所担当となった。さらに、1998年、平成10年4月1日に京成の千葉営業所が新宿から同成台に移転したのと同時に千条大、津貝島のローカル線は、ほとんどがフラワーバスに移管され、主力である。 東金線も中野総社上位等はフラワーバスが単独運行することとなった。また中野車庫もフラワーバスの所属となり、よって京成のバスは千葉営業所の中野線として同所を単に折り返し場としてのみ使用することとなった。これによりフラワーバスの営業エリアはかなり広がることとなった。そして1999年平成11年12月16日には、 千葉線の中の総車場伊勢においても全便を担当するように変わった。こうして従来京成電鉄鳴門営業所が関わっていたすべての路線が段階的にフラワーバスに移管された。本社は千葉県三部市にあり、鳴門車庫を併設している。鳴門駅から徒歩で約3分程度である。直近に鳴門車庫停留所も併設しており、千葉特急線。 フラワーライナー、高速東京線、シーサイドライナー、およびマイタウン、ダイレクトバスが発着する。また、バス、路線の車庫として、本社併設の鳴門車庫のほか、千葉市若葉区中野町、東金街道における、八幡市との境目に、近いに、中野営業所、中野奏車場がある。かつて京成の鳴門営業所の頃は、中野奏車場を名乗っており、その後、 京成電鉄千葉営業所中野車庫、千葉フラワーバス千葉出張所、千葉フラワーバス、中野営業所と変化を遂げたが、直近のバス停の名称は現在でも、中野奏車場のままである。京成電鉄から移籍したのは1998年4月1日である。鳴門車庫岡山小学校と東京駅、浜松町の両区間のみの乗車はできない。 バスもスイカなどの IC 乗車カードが使用可能。また、平日、下り便のみ、東京駅始発の深夜バス、別運賃あり。千葉線の特急便に付与された愛称である。中間部で、千葉東金道路を経由する。なお、道路線が設けられる前、1987年以前は、東金線、千葉線の当時の名称と同じルートを急行として、運行していい。 東金急行線と故障。一部便の東千葉メディカルセンターへの乗り入れを開始。小港鉄道と共同運行。東京駅始発、大網駅止まりの深夜バスあり、毎日運行、別運賃。IC カード、パスもスイカ対応路線。京成バス千葉営業所と共同運行。IC カード、パスもスイカ対応路線。専用車運用時は、 時事通信社の文字ニュースが、車内前方のモニターに、テロップで流れる。主幹路線であり、京成電鉄、京成電気軌道時代に遡れば最も古い、路線の一つである。千葉となる島を、東金経由で結ぶ。京成電鉄が運行していた頃は、東金線と名乗っていた。二千十八年現在、千葉駅、奥様が毎時四本、毎時三本。 茶ャ津宮田間は毎時3本、宮田中野総社場間は毎時2本、中野総社場なる駅間は毎時1本の運行となっている。千葉駅東金駅入口なる駅を60分間隔、一部時間帯は約2時間間隔で運行している。昭和50年代頃までは中野総社場折り返し便が少なく、千葉中央駅、当時の名称は 京成千葉駅鳴る島の投資便が多くを占めた。ただし、当時は、宮田線などの並行する路線がいくつかあった。その後、中野創車場折り返し便が増便され、昭和60年代頃までに、千葉駅、千葉中央駅、中野創車場が15分低間隔運行となった。一方、千葉駅鳴る島間は、 昭和60年代以降30分間隔を保っていたが、2005年に60分間隔に半減されてしまった。ただし、千葉東金、ね、鳴門の移動に関して言えば、戦術のフラワーライナー、特急の方が所要時間が短い。2012年の時点では、千葉駅、中野総社場間が毎時4本、中野総社場鳴門駅間が毎時1本であったか。 2014年5月16日のダイヤ改正で日中のみ、中野総社場発着の一部が平和公園発着と中田スポーツセンター発着に振り向けられた。なお、この路線は千葉市、東金市、三部市以外に中野総社場から先のあたり、ほんの一部八幡市を通る。東路線とフラワーライナーは千葉東金市内及び千葉9。 鳴る町内でその運賃が大規模で算出される金額よりも低めに設定されている。特に千葉鳴る駅については JR 線より安くなっている。2007年4月1日より千葉シティバス、泉大線の千葉駅発着便が廃止されたことに伴い中野奏車場折り返し便の一部が五社神社、泉大ローズタウン経由に変更された。これにより、 新たにバスが走ることになった区間、大草後社神社泉大ローズタウンは、京成の京葉ゴルフ場線時代の末端部の路線と、ほぼ同じルートである。千葉駅、中野総車場東金駅入口なる東駅間の、東市、運行は、早朝の千葉駅行き一本のみに、千葉駅、中野総車場東金駅入口なる東駅間の、東市、運行が一本、H に増便、 平日は、東千葉メディカルセンター経由。八街駅を起点に、三部支所前までとハニヤを経て、ナルト駅までの日地点へ向かう路線である。最盛期には、千葉八街鳴門トを直通運転しており、新八街線も、同様、ハニヤ経由鳴門ト便は、その当時のルートの一部である。三部支所、9。 三部町役場前発着便はもともと日向線として、鳴門駅日向駅間で開業し、その後八幡側への延長がなされたが、利用者が少なく、2007年4月1日より、八幡駅三部市所前間に短縮され、廃止区間のうち、日向駅を中心とする地域は、三部市の巡回バスによって、一応の交通が確保されている。駅から入口まで、 同一ルートで進み、高度入れ口から先は、ハスヌマ南、南浜、サクタ南、ナルト海岸を循環する便と、サクタ南非経由のハスヌマ南、南浜循環便、ハスヌマ南、南浜非経由のサクタ南、ナ終点便とで構成されている。かつて、道路専用のついた地上車券が発売されていた。現在は、未発売。 ハスヌマウオータマイナスガーデンの営業期間、7月中旬、9月中旬に限って運行される臨時バス。休日運休。また、平日も、学校休校日や植草学園試験日は、運休や土曜ダイヤで運行することもある。サン成田線は、サ武市が2015年10月に策定した、三部市町、人、仕事創生総合戦略の一環として始めた。 成田国際空港への就業強化への取り組みへの推進事業として、三部市から成田市までの路線バスの実証実験として開始した路線である。実証実験期間は2018年10月から2021年3月までとなっている。使用車両は専用のラッピングを施したノンステップ車両で、1日10往復を11通りのルートで運行する。また、 快適性を重視し、全便快速運転となっている。もともとは、千葉中央駅から、JR 千葉駅を経由せず、国道126号線を走り、宮田で左折して、川崎十字路へ至る路線だった。千葉都市モノレール、千葉駅延伸で、運行頻度の少ない路線は線状大駅発着に、変は、この路線もそうなった。この時に、国道二十六号線経由から、 泉高校経由となり、宮田停留所は通らなくなった。その後、乗客は定着せず、1997年3月1日の改正では、川崎十字路より、朝一本のみの運行なった。その後、一往復に増便されたり、1998年4月に、当社に移管されたりもしたが、ほとんど運行されていないという状況は変わらず、そのまま廃止となった。なお、 沿線には京成が千葉市からの委託を受けて運行している。コミュニティバスのさらしなバスが走っているが、道路線及び線状大線の廃止を受け、ルートが泉高校、グリーンタウン側に拡大されいる。1991年の千葉都市モノレール、千葉駅延伸と同時に新設された路線である。線状大駅、グリーンタウン中電長官は宮田線と同一経路であり、 同年当時は2路線合わせて1時間に1本程度の運行だった。しかし、国道126号線上を並行して走る千葉線、京成電鉄時代の名称は、東金線が10から15分と圧倒的に高い運行頻度だったため、乗客はこちらに集中してしまった。その影響で東路線、宮田線の双方とも大幅に減便され、廃止直前の本数はわずかに7往復。 平日だった。なお、開通当初は、グリーンタウン経由と大草経由があったが、1997年3月に、校舎が一足早く廃止されている。中野総社場が終点だったため、千条台駅を発着する各線ので、入庫便のようになっていた。津賀駅と八幡駅の間を、桜街道、町方経由で結ぶ路線である。千葉、四つ街道、桜。 八幡の四市にまたがって走り、桜市内の区間では、千葉グリーンバスの新門線に五門発着便と並行している。幹線道路を比較的まっすぐに走っていく路線で、沿線には河村記念美術館があるが、住宅の多い地域ではないため、利用者は少ない。桜自動車の支線として、戦前に千葉八幡間で開通し、最盛期には、 千葉中央駅や千葉田駅なる東駅間の直通運転を行っていたが、その後規模を縮小し、1991年の千葉都市モノレール千葉延伸時に津賀発着となった。かつては千葉市から桜街道方面に向かう平行路線として、千葉線、千葉中央駅京成桜駅や吉岡線、千葉中央駅四街道駅があったが、これらは津賀駅短縮を経て、 京成電鉄時代に廃止され、最後に残った道路線がフラワーバスに関されて存続した。京成電鉄なると営業所時代の車種選択を引き継ぎ、日野自動車の車両をメインに導入している。車番は京成バスと同じ表記で、1000桁には6を表記する。一般路線車は千葉線を中心に使用される日野ブルーリボン、ブルーリボンシティ、 ブルーリボン E を中心とする大型車用、その他のローカル線で使用される、日のレインボーを中心とする中型車及び小型のリエッセ1台が配置されている。長距離を走る路線や換算路線が多い当社では、交通バリアフリー法施行の直前まで、比較的着席定員の多く取れる2ステップバスのみを導入していた。このため、全国的にも、 導入例が少ない2ステップ仕様のブルーリボン式が在籍しているほか、大型車両の中には、全席2人掛け、補助席付きの貸切兼用車もある。現在では、ワンステップバスのほか、経年車置き換えにより、ノンステップバスも少数ながら導入されており、近年の導入車両には、吊り革の持ち手を五角形状に変更したものもある。かつては、ブルーリボンレインボーで、 京成バスから譲り受けした車両も存在したが、自社発注者の申請投入が続いたことで、譲り受け者は順次置き換えられた。しかし2014年頃から、再び京成バスからの譲り受け者である、日野レインボー HR10.5 メートル車が導入されている。2016年には、京成バス研修センターより、日野レインボー RJ1 台、京成バス、松戸営業所より、 イスズエルガ1台が移籍している。一般路線車でのイスズ車の導入は、これが初めてとなる。これ以降も、京成バスからの移籍が相次いでおり、現在は、市川営業所、新都心営業所から移籍したエルガとブルーリボン E を、はじめ、新都心営業所から移籍した、長尺4枚、折り土仕様のブルーリボン E や、松戸営業所から移籍したエアロスターノンステップなども、 在籍している。現行車両の塗装は、1995年10月に採用されたもので、運行エリアである、三部市出身の文豪、伊藤幸男の作品、野菊の墓の野菊からイメージを得たものである。菊の若は、広大な野原を緑色で、花、太陽を黄色で、それぞれ表現し、花びらが風になびく様子をデザイン化した。高速車は、 日野自動車製を中心に、三菱不装製、椅子自動車製、椅子鈴車は、京成バスからの移籍車のみを使用しており、フラワーライナーやシーサイドライナーの専用塗装を施してい,い車両もある。近年導入された車両及び京成バスからの移籍車は、京成グループ統一カラーを用いている。シーサイドライナーはすべてトイレ付き車で運用されるが、他の路線はトイレなし車で運用る場合がある。 このほか、貸切車や三部市、コミュニティバス用の日のポンチョが配置されている。千葉ナンバーの地域団がご当地ナンバー導入後は、成田ナンバーになった。当社では2008年3月5日から、パスも、スイカと、相互利用を導入した。最初に導入されたのは、千葉線で、後に千葉駅なる東駅間の同一路線である、フラワーライナーと、 一般路線の千葉線以外の路線では2009年4月1日から導入した。なお、シーサイドライナーについては2014年4月1日から使用可能。2012年10月1日より海岸線で利用できる1日乗車券500円の発売をしていた、現在は未発売。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。